シャッターは、カメラにおいて、写真フィルムや撮像素子などに対して、撮影時のみ光が当たるように、撮影時録音時間中のみ開き、それ以外の時は光を遮る装置。同様の構造の装置が、映写機、ビデオプロジェクター、機械式テレビ、液晶テレビ、コピー機、ミニラボ、ステッパー、開口通信機などの各種工学機器、表示機器、映像機器、 露光装置にも使われる。初期の写真撮影においては、観光材料の感度が低く、1分以上の長時間、露出は当たり前であったため、写真機にシャッターはなく、単にレンズキャップにシャッターの役割をさせており、レンズキャップを手で脱着することで、露光時間を決めていた。1845年のフランスで、キータを、 レンズの前で落下させて、録音を終わらせる、最初のシャッターができたと言われている。確実なのは1856年のダンサービノキュラー、ステレオカメラで、レンズ前面に、シーソー様の金属板シャッターがついていた。これらは、録音時間を自動で終わらせて、撮影を楽にするためのものに過ぎなかったが、技術の発展によって観光材の感度が上がってくると、 瞬間的かつ正確な時間の露光が必要になってきたため、ガバナによる刑事機構が組み込まれた各種のシャッターが開発された。シャッターという語のシャットするものという原義には厳密にはそれを開くという意味は含まれない。専門用語としては機械式シャッターを作動させるバネを縮めるなどエネルギーを貯める動作などの準備段階をチャージ。 撮影ボタンを押すなどして、それを解放し、シャッターを解放する動作を、レリーズと言い、その後、組み込まれた、掲示機構によって、一定時間が過ぎた後に文字通りの、シャットする、動作によって一連の動作が終わる。しかし、以上で説明したようなメカニズムは、リモートレリーズが、単に、レリーズと呼ばれ、レリーズボタンが、シャッターボタン、さらに、一般ユーザーにはボタンを刺して、 単に、シャッターと呼ばれたりもするように、ほとんど全く意識されていない。写真看板時代の初期にはギロチン型のドロップシャッターが多かった。縦長の箱型で、中に、感激のある短い木の板が内蔵されており、レンズに被せて使用した。中板はストッパーで止めてあり、レンズはその方で隠されている。ストッパーを外すと、中板が落下し、 感激を通った光で録光される。感激の幅が広い板を使用すれば低速シャッターとなり、感激の幅が狭い板を使用すれば高速シャッターとなる。この原理はこの後一般的になったローラーブラインドシャッター、そして現在一般的なフォーカルプレーンシャッターと同じである。カメラの光学系全体から見た位置関係から焦点面の直前に位置する。 フォーカルプレーンシャッターとレンズ系の直前か直後ないし途中に位置するレンズシャッターの2種類に対別できる。これらは非常に大雑把な分類であり厳密な分類法はなくどちらとも言えないような類型もある。その他もっと被写体側に設置するローラーブラインドシャッターやレフレックスカメラに類似した構造のカメラのレフレックスミラーにシャッターの役割を兼用させる。 レフレックスミラーシャッターなど他にも多種多様なタイプがある。フォーカルプレーンシャッターは焦点面のすぐ近くに位置するシャッターである。オーバンカメラでは現実的ではなくライカアイガ対抗の小型でレンズ交換式のカメラに多い。ライカではその横長筐体のスタイリングと合わせ横走りであったが、 長方形の半径の短い側に動かした方が有利な点もあり、ライカと同時代ではコンタックスや1970年代以降の一眼、レフカメラなどでは縦ばっしりである。また近年のデジタルカメラでこの形式のシャッターを持つものはほぼ全てが縦ばっしりである。2枚バネレンズシャッター。 半開きになっているところ3枚バネレンズシャッター。レンズを外した状態5枚バネレンズシャッター。半開きになっているところレンズシャッターは、レンズ付近に位置するシャッターである。1枚ないし複数枚のシャッターバネを円形に組み合わせて、航路を開閉するものが多い。羽の形状にも色々あるが、刃のようなものが多く、リーフシャッターとも呼ばれる。主に、 フォーカルプレーンシャッターの組み込みが難しい横番カメラと中番カメラやコスト重視のコンパクトカメラで採用されている。レンズの外側に位置するものをフロントシャッター、レンズのフィルム側に位置するものをビハインドシャッター、組んでいる全軍レンズと組んでいる5軍レンズの中間に位置するものをセントラルシャッターなどと再分類することもある。 フロントシャッターは110フィルム仕様のポケットカメラやミノックスなどで見られるが比較的少なく多くはビハインドシャッターか工述する絞り兼用型シャッターだがビハインド型もあるであるビューカメラ用レンズではシャッターと絞りは独立しており構図やピントの確認のためにシャッターを開放のままにしておく仕組みがある半径とほぼ1対1に対応する フォーカルプレーンシャッターと違い、レンズシャッターはサイズに多くのバリエーションがある。標準規格のようなものはないが、デファクトスタンダードとして、デッケルのコンパーの1番、2番、3番、4番、5番に合わせ、各社とも似たようなバリエーションを揃えた。これは、カメラの小型化の進展により、デッケル自身が0番を追加し、他社によりさらに小型の00番、000番も追加され、 デッケルは、後に0番を、ファイ 24mm に拡大した。また、成功0番は、ファイ 25mm コパル3番は、ファイ 45mm である。やがて2番と4番は1番か3番に吸収されて、使用されなくなり、5番はよほど大型のレンズでしか、使用しない特殊製品となっている。スリット状の高速モードがある。フォーカルプレーンシャッターとは異なり、 往復動作で必ず一瞬は全開となる、リーフシャッターの高速化は容易ではない。一般的によく用いられる00番や0番の機械式シャッターの最高速度は1、500秒であり、それ以上の高速のものは往復ではなく1、方向動作としたものなど、一般に特殊構造である。さらに大きな光景のシャッターは、羽の移動距離が大きいためより高速化が困難で、 大判カメラに使われる5番シャッターとなると最高速が1、50秒程度の場合もある。レンズシャッターの基本速は一般にそのシャッターの最高速であり、それ以外の速度は全て平動差を遅延することで得ている。しかし、講述するプログラムシャッターや半開高速シャッターは全開する最高の速度が基本速である。また、 かつては最高速をバネ圧強化で得ているものも存在していたが、これも通常のバネ圧での最高速度が基本速となる。ミノルタ A2 リットル、オリンパスエース、キャノンデミシーなど、シャッターをレンズマウントの後方部角に配置して、レンズ交換式とした例もあるが、一般にレンズ側に一体化したモジュール構造とするため、レンズ交換式カメラにはほとんどない。 特に一眼レフカメラでは、ファインダーに像を投影しなければならないため、レンズシャッターを用いると、通常は、開放にしておき、露光前に一度シャッターを閉め、ミラーをアップシャッター開閉、ミラーをリターン、そしてまたシャッターを開く、といった非常に複雑な動作になってしまう。また、ミラーによって、完全に遮光されるような構造にするか、別に何らかの遮光も必要になる。 大盤のビューカメラやフィールドカメラの撮影では、この一連の操作を撮影者単独もしくは助手の協力によって行うため、シャッター開放での構図の決定と絞り込みによるピントの確認が終わった後、シャッター閉、シャッターチャージ、フィルムホルダー装填、引き蓋開け、露光、引き外閉、フィルムホルダー抜け、シャッター開放、構図、ピントの再確認と、 それなりの時間を要する。さらに、レンズ光景を制約する。しかし、全動作に要求されるエネルギーは、フォーカルプレーンシャッターより、かなり小さく、小さくて、軽い羽根が短距離移動するだけなので振動が少なく、ブレにくい、といった利点がある。全開していない状態でも画面内に等しく、露光されるため、フォーカルプレーンシャッターのようなストロボシンクロ速度の、 制限がなく、画面の両端で露出時刻が異なるという欠点もない。そのため、フォーカルプレーンシャッター組み込みのレンズ交換式カメラで、フラッシュ撮影における高速シンクロ対応のために、レンズシャッター組み込みの交換レンズを用意している機種も、ある。また、セルフタイマーのメカも古くから内蔵されていた。羽の枚数は1枚から5枚のものがある。2枚、5枚のものが多いが、 かつては3枚のものも多く存在した。1枚のものは特に簡易なカメラに使われることが多く、レンズ付きフィルムでも1枚羽である。羽の枚数が多い方が羽が小さくなり、羽が小さければ、羽1枚あたりの移動距離は短くて済み、完成質量も小さいので、高速に開閉が可能になる。通常は薄い金属板が羽の材料として使われるが、 簡易なシャッターでは、プラスチック製の羽が使われることもある。具体的な構造は、羽の枚数によって異なる。典型的な3枚羽5枚羽ネシャッターの場合、シャッターの羽に固定ピンと移動ピンを設け、固定ピンを、シャッター筐体に、可動ピンを可動リングにはめ込んである。レリーズボタンを押すと、バネ仕掛けや、電磁駆動によって、セクターリングがわずかに回転し、 羽は固定ピンとの作動によって開く。指定した秒字が経過して、リングが元に戻ると、羽は閉じる。二枚羽の場合は、リング構造にせず、二枚の羽を二本の固定ピンと一本の可動ピンで動作させることが多い。古典的レンズシャッターは、原理は基本的にはどれも似たようなものだが、コンパー型、プロンター型、バリオ型に分類され、 国産メーカー等の製品も古典的な構造のものはこれらのいずれかの類型である。かつてはコンパーが5枚羽プロンターが3枚羽バリオが2枚羽だったが5枚羽タイプのプロンターが現れたこともあり、チャージングや超速機構の違いを指す分類となった。他にエバーセット型、平面展開型という分類がある。エバーセット型は 事前のチャージを必要とせず、レリーズボタンを押す力でチャージ、そのまま露光するもので、原理上、簡易なシャッターにしか採用できない。平面展開型は、従来のレンズシャッターがレンズと一体化していて、制限が多く、サイズ上も不利だったものを、レンズから分離した一枚の板に開閉機構や、 超速機構を組み込んだ別モジュールとしたもので、ローライ35の画期的な小型化に寄与した、それなどが知られている。その後カメラの電子制御化等が進むに従い、連動が必要なレンズと一緒に、高度なモジュール化がされるようになった。20世紀後半の、いわゆる、コンパクトカメラの発展により、さらに別方式のレンズシャッターが考案された。絞り羽根に近い位置にある、 レンズシャッターの場合、絞りより大きく開いても意味がないわけであり、特に高速シャッターが欲しい場合は絞りを絞っても、まだ考慮方という場合が多い。そこで、自動露出のいわゆるプログラムオート的な動作に合わせ、シャッターと絞りを兼用とし、明るい場所ではシャッターを途中までしか開けず、小絞りで高速シャッターになり、暗い場所では全開するので低速シャッターで絞り、 開放での撮影とするという手法が生まれた。同様の手法で、シャッターバネを途中までしか開けず、絞り込んだ時のみ1、2000秒シャッターが使えるミノルタ V2 や、1、1200秒が使えるコンタックス T3 などもある。全開しないレンズシャッターで、 最も速い速度が出せるシャッターは、ミノルタ V3 に採用されたシチズン製、オプチパー HS000 番の1、3000秒、全開するものに限定した場合は、シチズン製、オプチパー MLT000 番、コパル製、コパル SV000 番、成功製、成功者 SLS000 番などの1、1000秒で、ある。レンズ共同に被せるようにして使用するシャッターである。 ソロントンピッカードの製品が著名になったのでソロントンシャッターと呼ばれることがある。航路の途中に反射鏡を組み込んで回転、あるいは往復運動することで開閉するシャッターである。1937年にエイリッヒ・ケストナーが発明した世界初のレフレックスミラーシャッターをアリフレックス35カメラに導入した。この技術は一眼レフカメラ同様に 回転する鏡により、静止画像用のフィルムに送られるのと同じレンズを通した画像をファインダーでも確認することができるので、構図やピント合わせに有利であり、この技術は2014年現在でも多くの映画用カメラに使用されている。またスチルカメラでもいくつかの使用例があり、フ u j STF はレンズ固定式のライカ版一眼レフでミラーをシャッターとして用いた。 他にイハゲイエクサシリーズなどがある。また、多くの一眼レフカメラは、ミラーが、かなりの程度、アンバコを作るものとしてのシャッターの役割も果たすという、前提で設計されており、近年の一眼レフカメラ専用として設計されている、シャッターモジュールは、レンジファインダーカメラ用ほどの遮光性能を持たない、ことがある。そのため、それを流用した、安原一式では、 レンズキャップの併用を必須とした。シャッター速度を制御する方式によって大きく機械制御式と電子制御式に分けられる。併用されているハイブリッドシャッターもある。その他にデジタルカメラでは機械的構造を持たない、いわゆる電子シャッターとすることもある。シャッター速度の制御をガバナーやスプリングなどによって機械的に行うものである。部品の小ささ。 精度、ケージの正確性、耐久性などの共通性から、懐中時計や腕時計を製造できる技術を持つメーカーが手掛けることが多い。かつてはシリンダーを取り付け、空気圧を利用して、秒字制御をするものもあった。精度は、電子式に比べて劣るが、電源が不要であるため、ロシア地域など極寒地でも、確実に動作する利点がある。 135フィルム使用カメラでは、この方式は少なくなっている。シャッターそれ自体が機械であることに変わりはないが、いわゆる、メカトロニクスによる、電子制御とソレノイドなどによる、電気機械的な駆動で動作を行うものである。マイクロコンピューターや水晶振動子などを利用しており、自動露出機構との連動も可能である。精度の高いシャッター速度の制御が可能であるが、 電源が必要であり、電源電圧が低下する、極寒地などでは動作の信頼性が低下する場合もある。絞り優先 AE など、シャッター速度を自動的に制御するためには、事実上電子式シャッターが不可欠である。機構としては、シャッター膜、シャッターバネを電磁石で直接駆動するものと、駆動そのものは、機械式でシャッター閉じ動作の遅延のみ電磁石で、 制御する方式があり、電子制御プログラムシャッターなどの多くは全者絞り優先方式レンズシャッター及び電子制御、フォーカルプレーンシャッターは、後者の方式を用いている。電子式と機械式の機構を組み合わせたもの。講義には、蒸気の電子シャッターの内シャッター幕シャッターバネの閉じ動作の未電磁石で制御するものを指すこともあるが、 通常は特に複数のシャッター速度を機械制御と電子制御、いずれの方法でも作り出すことができる機構を持つシャッター全般を指す。例えば、高速シャッターは機械制御式で、機械式では得ることが困難な低速シャッターは電子制御式のもの、自動露出モードの時は電子制御、手動露出の時は機械制御となるもの、基本的には 電子制御による自動露出、電池消耗時用には補助的に手動露出の高速シャッターのみ備えるものなどがある。デジタルカメラでは機械的な機構を一切持たない個体撮像素子とエレクトロニクスのみによるいわゆる電子シャッターもある。以前はローリングシャッターによって順次露光するために高速に移動する。 被写体の像が歪むなどの欠点のために安価な製品や携帯電話、スマートフォンなどの電子機器に内蔵されるカメラに採用は限られていた。しかし一度に取り込むグローバルシャッターの開発が進んで欠点が解消されつつあることやシャッターの耐久性などといったこともあり単体のデジタルカメラ製品でも電子シャッターモードを持つものが現れてきている。 レンズシャッターのシャッター速度設定リングで古い大陸系列である。ごく簡易なものを除いて2014年時点でのカメラでは、録光時間は撮影者やカメラに内蔵された録光系、コンピュータなどが適切な秒時に調節できる。シャッター機構には基本速というものがあり、その基本速を何らかの手段で遅らせたり、あるいは 実行速度を速くしたりすることで撮影に必要な速度を得ている。選択できるシャッター速度の調整幅はシャッターによって異なるが速度の系列がだいたい決まっており、録音時間が約2倍ずつになっていく倍数系列が2014年時点での主流である。録音の計算上では録音時間を2倍にすることとレンズの絞りを1絞り、開けることとは 同じ意味になるために倍数系列が一般的になったが、かつては霧の良い数字を用いた大陸系列が多く使われていた。また、このどちらにも属さない系列も存在する。撮影者が手動で録音開始、終了の制御をすることを、特にバルブ撮影などと呼ぶ。このバルブは、もともとはフラッシュバルブを指しており、 かつてシャッターの開閉に連動してフラッシュを光らせるフラッシュシンクロ機構がなかった時代にはシャッターを開けたままフラッシュバルブを焚いて撮影する目的で使われたバルブと似た動作をするものにタイムというものもありこちらはレリーズボタンから手を離してもシャッターは開いたままになりシャッターを閉じるには別に操作をするというものであるフラッシュシンクロが 当たり前に搭載されるようになった現在でも、バルブシャッターは長時間露光に使う目的で多くのカメラに搭載されているが、タイムに関してはリモートレリーズとバルブで代用ができるため、ほとんど姿を消した。露光表示は通常分母のみを表示する。例えば125分の1秒なら、125、2分の1秒なら、2というように表示される。しかし、 1>, 1秒を超える長時間露出と紛らわしくなってしまうため、そのようなシャッター速度がある場合は、例えば2秒を2、2S と表示したり、数字の色を変えたりして、区別していることが多い。戦術のバルブは B と表示されることが多いが、古いドイツ西ドイツ製のカメラやシャッターでは Z と表示されていることもある。タイム露出は T と書かれることが多い。また、 フォーカルプレーンシャッターにのみ存在する X はフラッシュ撮影の際に重要になってくる X 接点シンクロの最速同調速度を表している。ありがとうございます。